くドラ、聞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 くドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。私は生涯にたくさんの家を見てきた。大きいのも小さいのも、石造のも木造のも、古いのも新しいのも。だがその中で、ある家のことが特に私の記憶に焼き付いている。嫁入り自宅、アントン・チェーホフ。初めて私がこの家を訪ねたのはもうだいぶ前のことで、ちょっと用があったからだ。というのは、その家の主人であるチカマーソフ大佐から夫人や令嬢によろしく伝えてくれと頼まれたのである。この最初の訪問のことを私は実によく覚えている。忘れろと言われても忘れられないのだ。失礼でございますが、どなた様で？こちら、チカマーソフ大佐のお宅で。私は。まあ。どうも大佐を取り散らかしておりまして、失礼。あら、何のご用なの？チカマーソフ夫人は、奥のドアへ声をかけると。私の襟飾りはどこですの？受ける。モンペ、お父様がクールスクから送ってくださったのよ。クールスク。ああ、お前だったの、マリー。本当になんてこと。だって、初めてのお客様が見えてらっしゃるのですよ。ルケリアに来てごらん。満足に顔をあからめたチカマーソフ夫人の目の中に、私たち、フランス語がなんて上手でしょう。という自慢げな感情がありありと浮かんでいる。娘でございます、マーネチカ。このお若い方はね。ほどなくドアが開いて、背の高い痩せた少女の姿が見えた。年は19くらい、モスリンの長い服を着て金色のベルトをしていた。それにしてもこんなに型紙が終わりなのはどうして？こちらでは商店節に位置が立ちましたの。位置が立つといつも私どもは生地をたんと買い込みましてね。また次の位置まで丸一年の間せっせと服を縫いますの。縫い物は一切外へは出さないことにしております。でもこんなにたくさん、一体どなたがお召しになるんです？お二人だけではないですか。まあ、こんなにたくさん着られるものですか。これは着るのではございません。これは嫁入り自宅ですの。あら、ママったら、なんてことを。ご存じない方は本当になさるじゃありませんか。私、お嫁になんか行きませんわ。とんでもない。しばらくして母親もパッと顔を輝かせて、私を納戸へ案内しようと言い出した。納戸へ行ってみると、大きなトランクが5つほどと、それに小さいトランクや箱がどっさりあった。これ嫁入り自宅ですの。みんなうちで縫いましたのよ。その陰気なトランクの山をちょっと眺めて、私は愛想のいい女主人たちに別れを告げた。またいつか訪ねてくるように二人は私に約束させた。その約束を図らずも私が果たすことになったのは、最初の訪問から7年ほど経ってからのことだった。覚えのある小さな家へ立ち寄るなり、私が耳にしたのは、あの同じ、まあ、
という声だった。私ども大層悲しいことがありますのよ。ピョートル・セミオニッチはご存知ですかしら。もうおりませんの。私はもうこれと二人きりですから、自分で自分たちの始末をつけていかなければなりませんの。もっともエゴール・セミオニッチは生きていますけど、あの人のことではいいお話は何一つありませんでね。あの人はもう何遍もトランクを開けてマーネチカの嫁入り自宅を引きずり出しては巡礼にやってしまうんですもの。もうトランクが二つすっかり空っぽですのよ。この調子で行きましたら、うちのマーネチカは何一つ嫁入り道具がなくなってしまいますわ。あら、ママったら何をおっしゃるの。ご存知のない方は、ひょっとして本当になさるかもしれないわ。私、お嫁になんか、決して、決して行かなくてよ。その時、控室の方にちらりと見えたのは、小柄な男の姿で、あっと思う間にちょろりと消えた。あれがエゴール・セミオニチだな。私は母親と娘を一緒に眺めた。二人ともひどく老けて骨張っていた。母親の頭は銀色に光っているし、娘もやつれしぼんで、母親の年に五つとは違わないように見えた。去年のこと、私は運命の導きでその家をまた訪れることになった。客前通りながらふと見ると、すっかり老け込んだチカマーソフ夫人の姿があった。彼女は黒い喪服に身を包み、白の喪章をつけ、ソファーにかけて何やら縫い物をしていた。またお目にかかれて、ドレッシュございますこと。あなた何を縫ってらっしゃるんです？肌着ですの。縫い上がったら恐怖様のところへ隠していただきに行きますの。さもないとエゴール・セミオニッチがまた持ち出しますものね。私この頃は何から何まで恐怖様に預かっていただきますのよ。何しろ二人きりですもの。だが娘はどうしたのだろう。あのマーネチカはどこにいるのだろう。私はとうとう尋ねなかった。この深い喪に服している老婦人に尋ねてみる気にはなれなかったのである。そして私がその家に座っている間も、やがて席を立ってからも、マーネチカは出てこなかったし、その声もしなかったし、彼女の物静かな内気な足音もしなかった。改めて聞くまでもない。私の心は重かった。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。